はい、はじめまして、はい、聞こえてますか？はい、はじめまして、ソニーモバイルで働いている山内と申します。本日はですね、まあ、皆さんご存知かもしれないんですけども、Android のオープンソースプロジェクトの方で、マスターブランチとかを見ているとですね、64ビットのサポートが、非常に活発に行われていますので、まあ、そちらに関して、ちょっとお話しさせていただけたらなと思っています。また、少しですね、マスターブランチを見ていると分かる、まあ、これから来るんじゃないかなというような、機能に関しても、説明したいなと思っています。でですね、まあ、一番最初に、私何者ですかというお話をちょっとしようかと思っています。で、私はですね、今先ほどお話ししましたけれども、ソニーモバイルの方で働いていまして、で、まあ、ここに出ているような、最近ですと、Xperia G2 とか G2 のタブレットとか、こちらの方の、アーキテクチャ設計をするときをしています。で、まあ、全然大昔に戻ると、私は昔からパソコン少年でしたという話です。ご存知かどうか知らないですけど、マイクロソフトで MSX でずっと遊びながら育ってきましたと。それで、Z80 からずっとやっていましたという話ですし、それの後も中学生ぐらいから、まあ、98をやって、ハーデをガンガン叩くのが大好きな人でした。で、まあ、電子工作とかもしてて、大学生になっても、なんかこんなの作って、光入試録を既存のハードウェアと一緒に組み合わせてやるとか、そんなことをしながら、まあ、ソニーの製品を使っていたところ、まあ、ソニーの方で実際に作る側に回ったという形で、バイオノードの方を設計していたり、まあ、この辺の、デジカメなんかは実は私初めて、デジカメでは私たちのこの会社では Linux を最初に導入するっていうプロジェクトをやっていたり、その前にはタブレットとかもやっていたりしました。というわけで、まあ、Linux の CLF としてはですね、この辺のちょっと前ぐらいには参加はしていたんですけども、しばらくちょっと参加はしていなかったんですけども、今回その、さっき最初にお話ししたようにですね、オープンソースの方でパブリックなインフォメーションとして、いろんな面白い話ができそうだなという話だったので、で今回ちょっとこちらに来たという形になります。で普段は、休日とかこんな風にですね、マラソンをしたり、山登ったり、自転車乗ったりっていうような、結構ですね、会社の中ではスペインジアンしているんですけども、オフタイムはそれ以外に欲しているという人間なので、もし、この辺にご興味がある人がいたら、ぜひですね、一緒にやりましょうという話です。まあ、それはさておきまして、本題に戻りたいと思います。でですね、残念ながらですね、この Android オープンソースプロジェクトはもちろん Android のオープンソースプロジェクトなので、ソニーモバイルとしてはコントリビューションはもちろんさせてもらってるんですけども、私たちが、何かこちらでリードしてるってわけではないので、現在やられてるのを私がですね、個人的に観測したのを今日まとめてきたというものですよという、まあ、一応最初にお断りという話です。で、先ほどですね、コバさんの方からですね、いろいろな、64ビットの興味深いお話があったんですけども、インターネットのニュースを見るとですね、いろんな会社さんが64ビットの発表を、されてます。なので、SOC としては64ビットっていうのが、ここにもありますけども、非常にですね、これからやってくるんじゃないかな。また、Android のオープンソースプロジェクトとしても、こういったですね、Android のオープンソースプロジェクトというのは、こちらの URL とかに行っていただくとですね、たくさんですね、いろんなコミットが入ってますよっていうのが見ることができますので、そちらの方をですね、私の方で、いろいろと見た結果を今日は説明したいなと思っています。で、一応さらにお断りしておきますと、今日時点でのと言いますと、私がこのレポートを作るときまでの、まあ、観測結果ということなので、オープンソースなのでいろんな方向に行っていきますので、何か間違いとかですね、新しいアップデートがあったらですね、私に教えてくださいというお話です。
で、今日はですね、たくさん資料があります。で、まあ、持ち時間1時間っていうのもあるので、この中から、皆さんが興味がありそうなところがあれば、ぜひですね、途中で止めていただければ、そこを重点的に説明したいと思います、分かる範囲で。なので、まあ、インタラクティブにできたらなと思いますので、Please feel free to ask me under interactive ですね。という形でお願いしたいと思います。あまり近頃と気にされないです。そうですか。結構ありまして、はい、これ用意されていたのも44はあるんですけど、実はこういったところにですね、いろいろこのリンクが貼ってあるんですけども、すいません、時間気にしてください。結構 AOSP のこのリンクになってますので、いくらでもこれをコードを見ながら皆で、はい、いろいろと遊べるという形になっています。でですね、ここですかね。で一番最初にはですね、どんなことが起きているのかなっていうのを最初にエグゼクティブサンマリーとしましてお話をした後に、どうしてそんなことが言えるのかなっていうのを、一部ソースコードのところの抜粋のところとかを見ながら、お話しできたらなと思います。で、一番最初なんですけども、64ビットって話をした時に先ほどのコバさんのことも言いましたけども32ビットと64ビットでは、私たちソフトウェアさんの観点から見たら、違う世界ですね、可能性がないですねという話がありました。しかしながら、もちろんモードの切り替えということで、32ビットの既存のバイナリーと、64ビットのバイナリーというのを動かすことができるようにプログラムも設計されてますし、ソフトウェアでも設計されるでしょうということです。で、後の方でもちょっと説明しますけども、それに伴うですね、いろいろな仕組みが入っていますので、そのあたりもちょっと説明します。というのが一番こちらの話です。で次にですね、もしかしたら衝撃かもしれないんですけども、KitKat の方から入っているですね、Android の新しいランタイムである AR ですね、ARC ですね、こちらの方では64ビットの活動は見受けられるんですけども、ガルビックの方には見受けられません。なので、64ビットの、対応された Android というのが出る暁には ARC が使われるんじゃないかなと思います。で他ですね、後でちょっと説明しますけども、32ビットと64ビットで、先ほど見たようにちょっと違いますよという話があったんですけども、そういった現状を考えるとですね、既存のその資産をどういうふうに活かして早く立ち上げるのかなというのをトライしているのかなと見受けられるような話があって、例えばいくつかの、例文というのは32ビットで動かしちゃいますよというのをメイクファイルに書いてあった。で、その辺の話もちょっとしたいと思います。で、もちろんですね、 Java で書いたアプリケーションでネイティブの部分を含まないものに関しては現状そのまま動くんじゃないかというのが見受けられます。もちろんシステムサービスのようにですね、一部64ビットをサポートするために追加されているのが見えるんですけども、フレームワークでもちろん64ビット分岐をするというのは Java のコードでは見つかっていません。で、これはですね、Android のそのフォルダーソースコードを見た方が、分かると思うんですけども、こんなふうなですね、フォルダー構成になっています。で、これエクターナルに似ているんですけども、マスターのやつをですね、リポシンクするとこんなのが取ってこれますけども、この中をですね、64ビットのキーワードで、何か変更があったかなというのを、持ってきたものです。で、もちろんですね、64ビットをビルドするためにはメイクファイルとかの入っているこのビルドのフォルダですね、こちらの方を、変更する必要があるので、そちらの方の変更が入っているというので、変更があったところをちょっと持ってきているという形になります。なのでビルドだったり、ARP ですね、アートのランタイムの方であったり、システム の, あのフォルダーですね、いろんな項にも加えていますけども、デバッグ環境から、いくつかのイニットとかもそうなんですけども、最初の起動するプロセスとか、そういったものの登録格納されているところも変わっていますし、64ビットのシステムコールを、パイオニックの方も入っていますし、一般の開発者さんが、ネイティブのアプリケーションを開発するときに使う NDK も64ビットの、対応が入っているエンディングが見受けられますので、一般の開発者さんも64ビットのアプリケーションをつけるでしょう。で、SDK といえばエミュレーターの上で昔皆さん開発されたと思うんですけども、そちらの方でも、64ビットにまつわる変更というのが入っているので、
まあ、私たちは64ビットのデバイスを手に入れなくてもちゃんと64ビットが Android で公式にサポートされた暁にはエミュレーターの上で開始できるんじゃないかなというのも見受けられます。で、エキターナルフォルダーっていうのは AOSP としてポープしているものとかがいっぱい入っているところなんですけども、そちらのフォルダーにはもちろん64ビットのタグがいっぱい見受けられます。もちろん既存のそのプロジェクトの方で、インテルさんの対応とかのために64ビットが対応したとかのがそのまま入っているともあるんだと思いますけども、実際問題として64ビットの対応が されているというのが、発表されているで、一部ですね、先ほど Java の方がコード入ってませんよって話だったんですけども、フレームワークベースとかの Java のコードが格納されているところで64ビットの対応を行うためにシステムとして持っておかなければいけないロジックっていうのを Java で書かれている部分に関してももちろん変更がありますよっていうので、ベースの方を見てますし、一部ですね、後でちょっと説明するんですけども、メディア関係が実は32ビットで動かそうというふうに言ってられるコードがあるんですが、64ビットの対応もしようという努力も見受けられるという話が後でちょっと説明します。で、バインダーのクライアントのライブラリーとかですね、こういったものとかももちろん32ビットと64ビットのプロセスで、通信をしたりするので、まあ、そういったところに影響がありますということですね。で、レンダースクリプトっていうのは皆さんご存知だと思いますけども、実行時にですね、レンダースクリプト C スタイルのスクリプトを実行時にコンパイルして、ネイティブコードを生成して、パフォーマンスを引き出すと思うんですけども、これも64ビットのプロセスと32ビットのプロセスで動かすことがあるので、そういったネイティブのところの対応っていうのをしようというのが見受けられます。で、さらにですね、このハードウェアって言ってるのはハルとかの定義が入ってる部分なんですけども、もちろん64ビットの環境では、まあ、ハードとの繋ぎ込みのところはポインターの対応ともちろん違ったりしますので、そういったところを、対応しようというのが見受けられますというような話があります。で、そういったのをですね、読み取っていくと、どんな風になるんだという図式化したものがこちらになります。で、まず、ピンクの色のところが64ビットの対応しているところですよっていうインディケートと、まあ、グレーのところっていうのが、32ビットの既存のものですねっていう話なんですけども、一番最初に目につくところがこちらだと思いますね。在号とに64というのがあります。在号とは一番最初に起動するAndroid の、プロセスになっていてですね、まあ、もちろんイニットから生成されるんですけどもプロセスになっていて、そちらで、最初に必要なこの Java のライブラリとかメモリー空間に入れておいて、あとはポープしてあげることによって不要なそのメモリー その使用を防ぐとかっていうのをやっている素晴らしいロジックなんですけども、こちらの部分がもちろん32ビットのプロセス空間と64ビットのプロセス空間両方、動けるように、コードが書かれているというのが後でちょっと説明します。なので、まあ、こちらから、発生した形で、まあ、64ビットのプロセスもありますし、32ビットの人のプロセスも動かすだろうというのが見受けられるという話です。で、後の方でちょっと説明しますけども、メディアサーバーのような、既存のいろいろなノードファウルが詰まっているところは、まあ、32ビットで動かそうとしているようだというのが見受けられます。で、トバさんのところでも、GDB で64ビットバージョンデバッグのために誘導するというのがありましたけども、デバッグに関しても64ビットのデーモンというのを、イニットで立ち上げると見受けられます。で、もちろん64ビットの効率を立ち上げるためには、まあ、64ビットの Linux R 対応のカーネルというのを、もちろんビルドする必要がありますし、もちろんその下では、64ビットの対応したハードウェアというのも必要ですね、いう感じです。ここまでで質問とかございますか？特になければ次に行きたいと思います。はい、ですね、先ほど、非常に概略だけ説明したんですけども、もうちょっとだけ踏み込んで話をしましょうというのがこちらで、特に動いているところなので、先ほどちょっとだけ説明しましたけども、システムの中には32ビットと64ビットのバイナリーを同時に動かすという、コンフィギュレーションが実はあります。これはですね、イニットの時に在号との32ビットのプロセスと64ビットのプロセスを立ち上げるというのが、というもうちょっと詳しく説明しますけども、まあ、そのケースの、ちょっとお話です。で、この場合ですね、現状のコードでは、システムサーバーを32ビットで動かして
て、で、64ビットのプロセスの方ではシステムサーバーを動かさないというようなコンフィグレーションにはなっています。で、あとでこれも説明しますけども、ビルドのそのメイクファイルを使ったらですね、システムの VIV64 というフォルダーの存在が確認されていますので、あ、こちらによってですね、あの NDK とかで直接アクセスするようなライブラリーといったものはアプリケーションから直接64ビットのケースでも働けるようになるでしょうという話です。で、もちろん64ビットのプロセスから何かシステムに依頼しなきゃいけない場合にはバインダーで今まで通り Java のコードを叩いた結果、システムサーバーの方にリクエストが行って、まあ、実際にいろんな処理がなされるという形になります。ですので、あの非常にナチュラルな形だと思うんですけども、32ビットだけでなく64ビットのプロセスも動きますし、64ビットに対応したからといって32ビットを完全に引き捨てるわけではないのかなというのが、あのこちらの図で言いたいことですね。こちらで何か質問とかがなければ、まず次に行きたいと思います。あの64ビットを調査するにあたってですね、こんなキーワードで見ていくといいですよっていう紹介と、もう一つは、まあ、64ビットというように先ほどのコパタのところでも、あの実際にどのようにですね、CPU と、まあ、C 言語とかのマッピングっていう話が若干あったと思うんですけども、まあ、それの、もうちょっとハイレベルな話なんですけども、64ビットとか32ビットっていった時に、まあ、私たちそのソフトウェア開発とか C 言語のレベルの話をする時にはいろんな型がありますけども、この型がどのように32ビット空間と64ビット空間で変わるんですかっていうのが左側の表です。で、Android としてはですね、私の調査ではアンダーバンダーバー LP64 しか、FF で見受けられなかったので、この LP64 だけをサポートするように見受けられますという話です。で、この LP64 の場合の特徴というのがちょっと明るくして書いているところなんですけども、もちろん64ビットプロセスではポインターは64ビットになるのは当たり前ですけども、まあ、ロングの型の場合に32ビットプロセスだと32のなるので、まあ、64だと64になる。で、他は逆に言うとショートやイントっていうのは同じですよというのが、このあたりデータモデルの、ポイントです。なので、あの最初に言ったようにですね、皆さんが Android の64ビット対応とかを見たい場合には、この LP64 というのでキーワードを検索していただけると、実はこのようにですね、一部これソースコードに載っているんですけども、コードが見受けられているという形になります。で、例えばバインダーのようなソースコードの中では、あのデータをですねポインターに変換するっていうのがあるんですけども、まあ、そういったところではアンダーバンダーバー LP64 で分岐して、32ビットだともちろん32ビット幅の、実際にデータ型でイントからポイントに変換していたりとか、まあ、その64だと64の幅のロングを使ったりとかっていうのが見受けられますという話です。でですね、最初の方にビルドのフォルダの中にたくさんのメイクファイルがあって、64ビットの、変更点のところがたくさん入ってますよというお話なんですけども、その中から特徴的なところを持ってきましたというものです。今までも、皆さんいろいろ遊ばれるときにターゲットアーキっていうですね、あのマクロのところで、X86 とかアームとかミッドとかこういうのが入っていたというのを見受けられたと思うんですけども、まあ、似たような話でターゲットアーキバリアとターゲット CPUAVI とかってのがあって、これらがそれぞれ32ビットの時にはこのようになっていますということなんですけども、あの逆に言うとですね、それに対応した形で64ビットのところも変更が入ってますよというのが、これでこの表でお分かりいただけるかなと思っています。例えば、先ほど小葉さんのところで ARQ64 って話がありましたけども、Android の方でも Linux パネルと同じように64使っているということですね。で、実際に中のその、これはあの Android のソースの方の Java のコードにも1スポットされているんですけども、1ビットスポットされているんですけども、Android、OS、ビルドエンバイロメントの下の、ADI とかのところでも、こういった値が取れるようになっているコードっていうのが出ています。で、逆
に言うとですね、アンドロイドではどのようにして何タイムでハンドルしているのかっていうと、アンドロイドというふうに言っているという形です。アンドロイド。で、これはですね、これらの値っていうのは、ここの一部これコピペしてきているんですけども、非常にですね、その ABI のことを気にされていて、ABI が一つに決まっているわけではなくなるので、どんなこの CPU がどんな ABI のサポートを持っているのかっていうのを、このようにですねリストで持てるようになっています。でこれも32ビットと64ビットでどのように持てるのかっていうのをこういうふうに、内部のそのメールファイルで持っているので、それぞれがこういったところにセットされる値がセットされているという形になります。実はここから赤外線でつながるんで、ここから刺されるとあまりそういうことですね。なるほど。お、入りましたね。はい。あ、ここまでで質問とかございますか。なければ、どんどんいきたいと思います。でですね、先ほどちょっとだけ言ったんですけども、Android のフレームワークのところからもですね、ABI のリストを取れるようになっていますし、皆さん ADB シェルゲットプロップとかやったことがあるかもしれないですけども、そういった ADB シェルゲットプロップとかしたときにこういった環境年数で ABI のリストとかも取れるようになっているようなコードが認定されますということをここでは言っています。なので、私たちが、気にしておかなくちゃいけないのは、64ビットかどうかっていうのもしですね、ご自分のプログラムで確認したいときにはサポートしないと取れるどういうものがあるのかなと思ったら、それがちゃんと、取得する方法は用意されそうだというのが見受けられるんじゃないかなと思います。で、実際にですね、ソースコードの方はマスターのブランチの方でたくさん64ビットのが入っているんですけども、トライしてみたいなっていう方向けに、一部ですね、エンドセットアップの方のシェルスクリプトから抜粋をしてきました。要はですね、皆さん、ランチコマンドで何のターゲットに関してリードするかっていうのを Android のコンパイルをしたことがある人は分かると思うんですけども、今まで MyFX とか M とか ARM とかで指定されてたと思うんですけども、ここのところに64っていうのを、追加されるような形で、ビルドできるようなのが用意されています。ただ、通常何もしないとエミュレーターとかの方をターゲットにしてビルドするんです。あとでちょっとだけ触れますけども、86の方は、入っているように見けられるので、ARM64 の方に関してのゲームのサポートのところが特になくて、先ほどのコバさんのところにもありましたけども、ユーザーランドのやつしか今はあまり使えないようだっていう話がコバさんのところにありましたけども、フルに、動かさないと Android のシステムとしては実行できないので、どうやってやってるかなっていうのはちょっと興味があるんですけども、今のエロスキーの、オープンソースのプロジェクトの方では見えないなという形になります。で、例えば Linux カーネルだと config 64ビットっていうので、たまに分岐することがあるかもしれないんですけども、内部でですね64ビットが分岐するために使われているフラグというのが、こういったターゲット64ビットっていうのがあって、こういうので、メイクファイルの中で分岐することができるようですという話です。で、もちろんその一つ一つのですね、Android.mk の中で32ビットだけとか64ビットも欲しいとか、そういったことが技術的にのようにはなっているんですけども、ちょっと多分面倒くさかったんだと思うんですけど、ブラックリストっていう機構を用意してあって、これで設定されているものは明示的に除外するっていうようなのも、機構としては入っているようです。ただ最近どんどんそのリストからターゲットが消されているので、ちゃんとメイクファイルの改変を行ったとかですね、また64ビットのトライが、うまくいっていることなのかなと思います。で、先ほどですねいくつか のデーモンとかがですね32ビットでだけ動かそうとしているようだっていう話をちょっとだけしたと思うんですけど、それの、探るためのキーワードが実はこのメイクファイルで書いてこのローカル32ビットオンリーっていうやつなんですね。で
もしこれがですね、Android MQ に書かれていると、まあ、64ビットのやつがコンパイルしませんよっていうインジケーターなんですけど、実際にグレットするとですね、まあ、こういった DRM のメディア系のやつとか、メディアプレイヤーサービスのようなですね、やっぱりこういったメディア系のところで、拡散32ビットオンリーのが見つかるので、まあ、こういったものに関しては、今は64ビットでは動かさないのかなというところになります。ただ、このフォルダーの中でもですね、いくつかは64ビットの対応するっていうのが見受けられたりもするので、努力はされてるんじゃないかなというふうに個人的には思っています。ただ現状は、まあ、64ビットではなくて32ビットで実行して、トライされているかなという形です。でですね、32ビットか64ビットか、ご自分で選ぶことができますよという話をしたんですけども、このローカルマルチリブっていうのは、このシェアドライブラリーを、64ビットのものもイールドするかとか、64ビットだけでいいよとか、32ビットだけでいいよっていうのを特定するための、ものになっています。で、まあ、実際にですね、まあ、これは細かいので簡単にスキップしていきますけど、中で、ボースとか書かれた場合は32ビットのやつも64ビット何も書かれてなかった場合とかもちゃんとクリアされてますよっていう話です。なのでこれを見ていただければ、キーワードに見ていただければ、これもですね、32ビットオンリーとか64ビットだけとかっていうのを避けるためのキーワードにもなったりしますという、まあ、ご参考までということです。で、最初のその資料のところで DIV64 の話をしたと思うんですけども、実際にですね、これも提供されるから告知してるんですけども、これターゲットアウトでスラッシュシステムのところになっているんですけども、その下に DIV64 っていうところに出しましょうねっていうのが入っているので、まあ、こちらからスラッシュ DIV64 のフォルダーがあるでしょうという話をしています。で、ちょっと面白いのも見つけたので、こちらも持ってきているのですが、これですね、これが、まあ、バスちっちゃいのでこちら側にしますけども、アプリケーションをですね、事前にコンパイルするというのが、アートとかでビルド、システムのビルドを作っている人だけができるんですけども、そういった時にどこに格納しますかっていうのがちょっと問題になるんですけども、それの格納場所がこういうふうになりますよっていうのが、先ほどお見せしたコミットから分かる、コミットメッセージから分かるという形で、で、64ビットの、まあ、コンパイルした結果っていうのは APKM の DIV64 の APKM に入りますし、まあ、32ビットは32ビットの APKM に入ります。今までも、ですね、アプリケーション固有で使っているですね、シェアドライブラリーとかに関してはスラッシュシステムリブに入れるってなるんですけども、まあ、ここで言ってる APK ネームっていうやつは、そのアプリケーションに固有のものを入れましょうっていう話だったり、ちょっとアートとかに関係するかなっていうのをちょっと思っています。で、まあ、事前コンパイルをしたりすらリブ64とかっていうのがあることによって、システムサイズのところがインパクトあるんじゃないですかっていう話なんですけども、実際にですね、インパクトがあるようで、そちらのサイズを変更するというコミットが、いくつか入っています。こっちはインテル向けのやつ、こっちは ARM 向けなんですけども、X86 になって、こういうふうに500メガちょっとしかなかったから、250ぐらい追加されているというのが、まあ、一つありますし、ちょっと興味深いのは、ARM64 向けのやつが入ってないんですけども、64向けのこのシステムサイズを増やすっていうコミットは入っているので、多分なんかいろいろやってるんじゃないかなっていうところができるという話です。で、最初の方でイニットのところに、2つの在庫を立ち上げるって話があったんですけども、在庫を実際にですね、システムサーバー側でも管理するっていうコミットも入っています。で、これが先ほど一番最初にしたこちら側ですね、 URL 在庫スタックっていうやつのものなんですけども、まあ、この書いてある通りなんですけども、まあ、対応とを2つ立ち上げて64ビットの、ものとして動かす場合と32ビットの方で動かす場合っていうのがあるので、それをちゃんと内部的に管理するためのものですよという話です。で、このコミットを見るとですね、
実際にそのプロセスをローンチするときにどっちで立ち上げるかっていうやつのためのプロセス Java とかこういうのも入っているので、パッケージマネージャーだけじゃなくて、まあ、どういうふうに起動するんですかっていうところまでも、一応手に入ることが手が入っていますというところです。なので、2つの在庫を管理するといったところで、ユニットのところで32ビットと64ビット両方立ち上げるっていうコミットもあるので、互換性っていうのは保った形で64ビットのサポートをするんじゃないかなというのが予想されるという話です。で、そうするとですね、反応鋭い方は Android のマニフェストでシェアド UID とかを書いた場合に、俺のアプリは32ビットしかサポートしなくて俺のアプリは64ビットとかっていうような状況がヒストリカリに発生した場合に問題が起きるじゃないかっていう話なんですけど、そういったこともちゃんと考えられるコミットも入っていて、みんながサポートしている API でそのプロセスを立ち上げましょうっていうようなのがちゃんと入っています。今話です。プロバイダーのケースとかでマルチプロセス True とか書いた場合とか、あとはその署名が全く同じのをちゃんとされているやつの中で複数のその APK を一つのプロセスで動かすみたいにした場合の両方で聞く話だと思うんですけども、そういったことも考えてますよという話です。で、他ですね、64ビットだけも、ユニット RC のスクリプトにあるんで大丈夫なように見えるんですけども、64ビットだったらセカンドアーキーのところが有分でコードとして走るっていうのが見受けられるので、このコードから見ると、2個目 の, その ABI があるんじゃないかっていうのを一応期待しているようなので、両方サポートするんじゃないかなっていうのがちょっと推測という形になります。で、最初に言った両方の話から先にするとですね、これユニットの RC のところのやつなんですけども、32ビットと64ビット両方で立ち上げましょうって言ったときにですね、サービス代行との方で、これ代行とのそのプロセスですけども、このようにですね、何も指定してない32ビットのやつが、システムサーバーっていうふうになっていて、もう一つセカンダリーっていう2個目の方では、64のプロセスとして立ち上げますよっていうのがあって、こちらにはですね、システムサーバーを立ち上げるっていうのがないんですね。なので、この3264のコンフィグレーションで立ち上げる場合は、32ビットの方で、在庫とプロセスの中でシステムサーバーを動かすという形が、受けられますという形です。で、じゃあ64ビットだけの世界がないのかっていうと、実は64の RC というスクリプトを持ってですね、こちらの方では1つしか在庫とプロセス立ち上げないんですけども、こちらの方では64でシステムサーバーを立ち上げるっていうのをやっているので、こちらを使ってですね、システムサーバーの64ビット対応とかをトライアルしているのかなと推測できます。ただ、他のところでもさっき言ったように、この前のやつですね、両方使えるのを必要としているようなコードが見受けられるので、ここから考えるとちょっと違うのかなと、これがメインではないのかなというふうには思います。で、2つ立ち上げた場合に、じゃあどうやって同期取るんですかって話なんですけど、ちゃんと同期する機構が考えられています。こちらのコミ、これもリンクなので、後で資料を公開した暁には皆さん、ご興味のある方はリンクとか見ていただくと分かるんですけども、こちらとかを見るとですね、これもウェイト構成簡単でございますけども、2個目の方ではシステムサーバー立ち上げないので、システムサーバーが立ち上がる前に、コードアプリケーションを実行しようとしてもちゃんとうまく動かないですね。なぜならその2個目の方は1個目のシステムサーバーの方にデレゴ1つ目の代行の方に実際にデレゲートしなきゃいけないので、それをですね、ちゃんと起動を待ってからそういうのをやらないとシステムとしては動かないので、このマックスコードとかが見受けられますし、システムプロパティで一部のサービスとかを止めるっていうのをできたりできるんですけど、そういった時に2個目のやつもちゃんと止めてもう一回やろうねっていうのが書いてあったりします。なので、2つ分かれてるからといって
アプリケーションが何が意識するかっていうとそんなことはなさそうに見えますし、64ビットの世界でもチャンプボコっていうのをちゃんとやられてるんじゃないかなという形になります。で、最初のそのスライドの方で、デバッカーも64ビットのっていうのがありそうですっていうのを書いたんですけど、実際にですね、ちゃんとビットの RC のスクリプトの方でもデバッカー64のですね、デーモンとして出してくれますねという話です。で、これで見ると分かるんですけど、ライブラリーに関しては DIV64 っていうのがあったんですけど、バイナリーに関しては普通のそのシステムのビンの下に64と32ビット混在で置いちゃうようですねというのも見受けられますということです。ここまでで質問とかございますか。ここまででこうビルドのやつ、フォルダのやつの変更を引き下とかですけども、特になければ次にしまいます。で、最初の方でパートしか64ビットの世界では使えなそうかなっていうお話をしたんですけど、それがまあこう一部これフォルダーのところに、その CQRT ディペンドのコードが入っているようなフォルダーがあるんですけども、この中も64がないかって一応調べはしたって入ってなかったんですが、アートのフォルダーには64のが入っているんですけど、なんでなんかダルビットの方には入っていないようなので、これからはアートの時代なのかなと思います。で、マスターのブランチをウォッチしてると、一部なんかアートでの不具合を回避するためのその、みたいなもコミットとして入ったりするので、皆さん一度ですね Nexus5 とか既存のそのものでアートの対応がちゃんとうまく自分のアプリでいいかなとか、アプリ書いてるとか試しておいた方がいいかもしれないですね。で、一部ですね、私もちょっと実験してみたところ、どれぐらいそのコンパイルによってサイズが増えるのかなと思ったんですけど、これはランタイムで切り替えるんですよ。ビルドタイムでアートに転入して転入した場合のテストがないんですけども、それだけ増えるかを想定することで元の DEX とか ODEX のサイズからどれだけの比率があるかなっていうことで、どれぐらい追加で必要なのかが分かるんですけど、それによると、約 2.3 倍ぐらいの DEX と ODEX のサイズの合計の容量分ですね、スラデータが増えていくので、それぐらい増えるんじゃないかなというのが私の調査結果ですね。で、ソースコードの関連がランタイムのところでのソースコードの一部のところをたどっていくんですけども、これは最初に言ったやつですね、64ビットのやつをキーワードで検索してみてください。そうするとこういうのが見つかりますよ。で、こういうふうにですね、64のやつにはインターフェイスジャストするみたいな、ちょっとあまりいいことかどうかわかんないんですけど、そういったような時にはこういったことをケアしなきゃいけないよっていうのが、たくさんコミットとして1回入っているので、皆さんも何かこういったものとか、いわゆるログとかもそうなんですけども、フォーマットストリング、フォーマットスクリーン、ストリングとかで64ビットになると、ポインターが今までだとは倍になってしまうので、ポインターを16進とか変換した場合とかが倍になってしまうので、そういったものに対応するコードとか山ほどあるので、皆さんも何か見つけたら本当にリクエストされるといいんじゃないかなと。で、NBK のところからで OpenJ とかだからコールできますよって話をしたんですけども、やっぱりちゃんとですね、64ビットの時には V64 から満たしますよっていうのが入っているので、いわゆるそのファイルの名前ですね、ファイルの名前としては基本同じ名前なんですけども、フォルダ名でシェアドライブラリに関しては変えるという方針のようです。で、実はですね、レンダースクリプトが先ほどのローカル32ビットオンリーでブルーにはなっていたんですけど、これ実は5月の22、19とかコミットなんですけど、もう本当にちょっといいですね、64ビットの場合 のコミットとかも上げているので、逆に言うとレンダースクリプトも、32ビットだけかなと思っていたんですけども、最近のコミットで64ビットも対応しようとしているようだというのが見えますので、こういった地道にずっと64ビット対応とかをされるということなのかなと思っています。で、NDK とかも、
64bit 対応されて皆さんアプリケーションで 64bit のコードができるようだって話をしたんですけども、64bit のコーダーもちゃんと用意されているので、あの NDK としてちゃんと公開された暁には、あの一般開発者の人も 64bit のうまみを引き出せるようになるのかなという話です。とここまでが、Android の固有のところだったり、上回りといいますか、ユーザースペースのところに結構特化した形をした話をしてきたんですけども、ここまでで質問までまでいらっしゃいますか。はい、今からなんですけど、もう、まあ、Java で書いたアプリケーションで 64bit 環境で例えばなんか美味しい点というのはあるんでしょうか。 Java だけで書いた場合には VMHeap っていう、はい、あの先ほどのそのユニットのところにも若干あったんですけども、 XMM とか書いてないか、あ、これ書いてないか。このアブブプロセスにですね、あのこのダルビック、あ、ダルビックじゃない、この、 あのザイゴートプロセスのところでは何メガバイトまで VM のヒープを使えるようにしますよっていう引数で分かれているんで、それが上限があるんですね。なので、それを超えることは通常できないので、あの Java だけで書いてる場合には意味はないと思います。で、通常その2ギガのシステム、2ギガバイトを積んでメモリを搭載しているシステムのコンフィグレーションとかが確か512メガバイトまでラージヒープでやっていた場合でも、なのでこの観点では意味はないんですけども、 NDK とかを使ってネイティブで動かすようにすれば、 64bit のプロセスだと malloc とかどんどんするいくらでもメモリー OS が許す分ずっとアロケートできるので、 VM ヒープの最大上限値を超えるものも使います。なので、ブラウザーのようなネイティブに実際のリストを通っているものというのは、結果的に搭載したメモリー分使い切ろうという形だと思います。まあ、でも、Java で、アプリケーションが Java で書いてあったとしても、64bit の在庫ごとで起動して、64bit の VM が動くようになると、その VM そのものがさっき私が説明した通り、その使えるレジスターが増えてるし、素直なので、多分、同じことを、同じソースをからビルドしたとしても、多分 64bit の方が、なんか性能が高まる可能性が高いと思うんですよね。まあ、当然、まあ、メモリ使用量が若干、コンサイドが若干増えるとは思いますけども、まあ、そういうところで、間接的には、要するにソースを全く変えずに、ちょっと性能が良くなる可能性があるかなというふうに思います。アームさんとかですと、先ほどのおばさんの資料にもありましたけども、アドバンストネオン命令でダブルフローとか使えるようになっているんですね。なので、そういったものをアートとかがちゃんと吐き出すコードで使ってくれれば、早くできると思います。で、インテルでも確か、レジスターの数が倍増していたはずなので、64ビット空間と同じようにパフォーマンスが上がる可能性があります。他になければ、AOSP の方でもカーネル顧問のこの Git の下の中にですね、Android 3.1.0 のブランチがあるので、まあ、こちらから一部ですね、64bit にまつわるところと、64bit にまつわらなくても、新しい機能の部分をちょっとだけ待っていきたいと思います。今日の、LTSI のところでも話がありますけど、次のが 3.14 になっているので、 Android のエクスペリメンタルの 3.14 っていうのが見受けられるので、マッチしててよかったなとちょっと思っていたりします。で、64bit サポートのこの変わりのやつは、先ほど見ましたが、64bit の変わりの中で、バインダーとかを使ったりするっていうので、まあ、実際のそのバインダーのモジュールとかもですね、コンパイルの時に問題があるだけじゃなくて、ABI とかの部分も、差をちゃんと吸収しましょうというようなコミットが入っているので、まあ、こちらの方を見ていただくと、まあ、64bit変わりのが見受けられるという形です。で、それに対抗するユーザースペース側のやつもちゃんと同じように入っていますよっていうのがあるので、まあ、これによって、ちゃんと 32bit のプロセスと 64bit のプロセスの間でプロセス間通信ができるという形になります。
まあ、基本的には先ほどお見せしたリブファインダーのフォルダのようなものこのサイズが違うだけなので、あ、サイズが違うのでそこの変換を変えるっていうのが、概念としてそうなんですけど、中の人の中でも解消してくれているっていう感じですね。で、これはですね、ARM64 とか AR64 で、起動できたものですね。これを例えばこうクリックしていただくと、ゲリット非常に素晴らしくですね、リポジトリを指定して、まあ、ブランチも指定することができるんですけど、まあ、とりあえずこうするとですね、こういうふうに ARM64 とかで入っているやつとか、こう一覧とか出るので、皆さん見ていただければと思うんですが、この上の方見ていただくと分かる。彼ら、ファースト IRQ を使った、FIQ を使ったデバッカーとかを使っているようで、まあ、その時に、先ほどのコバさんとこの話でもありましたが、レジスターが増えているので、まあ、それをちゃんとダンプしましょうっていうのを、彼らやってますというようなのをしていたりとか、まあ、ARM こういうの部分を一部やってますよと。例えば、ブートローダーから渡す引数のところを変えましょうとか、エマスイネとくっつけた状態で渡されることを期待してますよっていうのが書いてあったりしています。で、残念ながら私ちょっとまだリナノさんの方のアクティビティの方はウォッチしてなかったので、今後ちょっと何か機会があればそういったものを調査してお話をしたいと思うんですけども、今 AOSP のゲリットで扱われているやつで ARM64 の ARQ64 で、検索したりとかテンポになります。で、メモリーアロケーターのイオンですね、アイオンの方のものも ARQ64、ARM の64の対応とかをしていたりするのです。なのでこのように、関連モジュール側も、64ビット対応というのを、着々とされているのかなと思います。で、64ビットの基準のサポートといったところなんですけども、一部ですね、あ、もちろんそのエクターナルのフレームのそのキットの下にあるので、実態がそれを、検索、このリストでこれ全部見れるんですけども、そうしているとですね、一部64ビットのキーワードでなぜかトピックとして IG133 っていうのが、見つかったので、ここにちょっとリンクを入れてるんですけど、そういうので見るとこういったですね、エミュレーター向けの64ビットビルドのやつとか、カーネルのコンフィグファイルの方の追加のコミットとかが見受けられますので、着々とエミュレーターの方も64ビット対応して、彼らの開発の中でも使われているのかなと思ったりもしています。で、ここまでが64ビットなんですが、64ビットで質問のある方いらっしゃいますか？なければですね、まだ時間があるようなので、ちょっとだけお願いします。全然いいです。はい。Android 3.10 を見るとですね、ネットワークに関する部分がやたらめったいっぱい入ってます。で、ファイアウォールマークをいっぱい、ファイアウォールマークに関するコミットがものすごい入っているので、今後これらをすごく使うのかなっていうのが、まず一つ言えます。で、もう一つは、NetD っていうデーモンがシステムの下に NetD ってフォルダがあるんですけど、そちらを使っているところの中に先ほどのそのこの XW マークを使う例なのかなっていうようなプロセスごとにですね、マークをするしないとか、なんかそういうのをするための API の話が入っているんですけども、なぜかですね、remove net d クライアント it has moved to the internal tree とか書いてあってですね、オープンソース上で開発するところが一度クローズに戻ってしまうみたいなコミットもデータがあるんですけど見受けられるので、せっかくウォッチしてたのにっていう話なんですけど、まあ、こういったのもあるので、ちょっと追えるものと追えないものはあるんですけど、ネットワーク周りはなんか今活発にやられているようです。まあ、隠すぐらい何かあるんでしょうね。わかりませんか。はい。なんか
これを使って何をするかっていうのを何かあの推測はする人、推測できる人はぜひご教えてください。で、あとはですね、あの、まあ、去年から彼らすごくアクティブにこう活動されて、LWM とかにも投稿されてるんですけど、アトミックディスプレイフレームワークをあの積極的に導入しようと彼らされてるようです。これ LWM とかに彼らが投稿したやつを投稿してるんですけど、あの現状のフレームバッファーのやつというか、フレームのセンスを使った場合のこう問題点を見たって書いてあって、それに対して私たちはこういうふうに解決するんだみたいな感じでスラムだと書いているので、まあ、このあたりにご興味のある人は、見ていただくと面白いかなと思います。で、それにまつわるコミットとかもこの上のリンクをクリックしていただくと全部バーッと出るようにしてあるので、まあ、お暇な時に見てみてくださいという形です。で、もちろんカーネルモジュールだけじゃなくて対抗するユーザースペース側の方のコードも入っていて、キットカットの MR1 のところにはないんですけど、マスターブランチにあるんですが、あのシステムの下に、リブコアの下にですね、システムコアの下に ADF というフォルダがあって、アトミックディスプレイフレームワークのフォルダで、あのアトミックディスプレイフレームワークのクライアントライブラリーと、それを使ってハードウェアコンポーザーの春の実装をするためのコードとかがこの辺で見えます。で、彼らはアクティブにこれらをやろうと思っているようです。で、SE Linux の一部マスターで見れるんですけど、あんまりその見えないんですけど、面白いのはログデーモンの方にですね、オーディット D っていう機能なんか追加していて、SE Linux の方でログに出しているカーネルメッセージの方をですね、なんか常にウォッチするみたいなデーモンが追加されているので、なんかセキュリティ周りがどんどん強化されていくのかなという感じです。というような、話が基本的な、マスターブランチをウォッチした結果のところなんですけども、質問とか、この辺もうちょっとみんなで深掘りしてみようとかっていうのがあれば、教えていただければと思います。ぜひ積極的にお願いします。特になければ、基本的には終わりとしたいかなと思っています。あの小川さんのところにもありましたけど、この ARMv8 はちょっとログインを見るとは関係ないんですけど、ちょっと古い記憶でもう直ってるのかもしれないんですけど、アートの話なんですが、はい、アートでデバッグがうまく使えないという現象に打ち当たったりとかって、うん、要はなんかクリックとかで、まあ、デバッグブリーチの問題かもしれないんですけど、そのあたりなんかこういった私が見てたのはこれ一番最初64ビットの観点だったんですけど、DDMS に ABI に関する出力を追加するっていうのはあるんですけど、アートでの問題があるかっていう観点でごめんなさい見てないのでちょっとわからないですね。多分アートは小葉さんが詳しいんです。まあなんかキットカットでデバッグできなくて、それをジャイアントに戻してアプリを作ってみたりしたんですけど、そうですね、きっとまだアートってそういう意味で言うと未熟なところがあるんで、まだキットカットの段階ではそのデバッグのところまで追いついてなかったと思うんですよね。でも次に本当にダルビックをやめてアート1本でやるときにはデバッグできないっていうのは多分困ると思うので、まあ何らかすると思うんですけども、でも多分私の想像だとそのエクリプスとかで要するに ADB でデバッグモードでつなげると、それはおそらくもうインタープリターオンリーで動くような状態になるんじゃないかなという気がします。要するに私がもし作るとするともうその状態っていうのはもうめんどくさいんで、その今アートの中には C で書いてあるインティパータピータループがありますので、もうそこで動かしてそれでデバッガーと通信するようにすれば、まあ、デバッガーからの任意 のプレイポイントとかっていうのを確実にできますので、まあ、そういうふうにまずは作るんじゃないかなという私は気がしています。なのでそうすると速度的には全然変わっちゃいますので、まあ、タイミングにシビアなバグは多分
ものすごい厄介なことになるだろうなというふうに思っています。はい、まあ、あとさらに私最近もいろいろ調べてるんですけど、まあ、アートのコンパイルタイミングっていうのは結構いろいろあって、そのインストールするときにコンパイルするだけではなくて、そのプロファイルをかけて、でそのプロファイルの上位に出てくるやつはさらに再コンパイルする、多分おそらくコンパイルするときに最適化を強化してコンパイルするとかあると思うので、そうするとものすごく超耐性がいっぱいあって、要は再現性の低いバグっていうのが出てくるとものすごく再現しづらくなる状況になるんじゃないかなっていうことをちょっと危惧しています。なのでまあそう、多分そう、 うまくいけばいいんですけど、うまくいかないときのデバッグっていうのはとても大変なことになるんじゃないかなと想像しています。ますますアプリ開発者の苦しみシステムで、そうです、だからあのたまたま動いていたやつっていうのが大変なことになると思うんですよね。要は理解していてきちっと動いてて毎回同じようになればいいんだけど、そのたまたまもうバグ臭い動きでもこれでいいやってなったときには、なんかそれが状況によって変わっちゃったりしてっていうようなことになってくるかもしれないなと。要するに順番が変わることによって、その配達営業がちゃんと しなきゃいけないところをしてなかったら、まあ、それでおかしくなるとかっていうのはとてもありがちな感じですよね。今までは必ずこういう順番でしか、たまたまこういう順番でしか実行されないんだけど、そうやってコンパイルされるコードが変わったりすると速度が変わるから、たまにその順番がひっくり返ると、ひっくり返った時にバグると、そういう時っていうのはデバッガーでデバッガーをつなぐと今度は遅く動くからそういう状況にならないとかっていうのはもう起こってくる可能性はあるかなというふうに思います。他はどうでしょう。アプリケーション間で現在で、まあ、あの32ビットベースのアプリとか12ビットベースの、まあ、なんか NDK とか使ってアプリがあったとして、あの、まあ、バイナリー出しは、まあ、そんな大きな数じゃないんで、その64に32ビットと関係ないと思うんですけど、カシメントとかみたいなあのメモリ共有使ってるようなアプリ、まあ、実質そんな本当にそんな32ビットの制限こういうようなメモリを共有するってことはありえないと思うんですけど、実用上は。でもまあ確かに足の制限ってかかってなかったと思うんですが、そのあたりで何か制限かけたりとか、あるいはそのアーキテクトがこの異なるアプリカルでのメモリ共有みたいなものに何か手は入ってたりしてますか。その再制限のやつがあるかっていう観点でコメントちょっと見てないんですけども、確かアシュメムとかはカーネル API をもちろん使ってあのアロケートしているので、カーネルがアロケートできる分はもちろんそのアロケートを続けようとすると思うので、ね、あとはそれをどういうふうに共有するかってことなんですけども、マインダーで実体として送れるのは定数で書かれていて、大抵1メガバイトのデフォルトのままなので、それ以上送れませんので、なのでそれに関しては大切で、で自分で金を打っちゃった場合とかリグイオンとかを使っていっぱいアロケートした場合どうなのかっていう話なんですけど、おそらくですね、あのスマートフォンとか その最初の製品で 4GB を超えるようなメモリーを実際に搭載してくるのかっていった時に、あの Android ではないですけど iPhone とかにも同じメモリーサイズだったような機種とかを見ているので、そんなにその64ビットの CPU になったからといって物理メモリーをドカーンと増やすのかなっていうのはちょっとわからないので、その問題自体が顕在化しない可能性は高いんじゃないかなとは思います。そうです。で、あの64ビットのメリットって言った時に、おそらくファイルマップとかをして、あの論理空間内でファイルメモリーの論理アドレスに全部マップしてアクセスするっていうようなケースがパフォーマンス向上できる、もう一つのそのインストラクション自体が変わったことだけじゃなくて、64ビットっていうジェネラルな多分あの良さだと思うんですけど、あのそれをするためにはあのそれだけその大きな DMMC とかを搭載しないといけないんですけど、まあ、16ギガとか30ギガの機種とかばっかりだったりするので、あの64ビットの空間全部使えるようなストレージはないので、本とかタブレットだとなかなかそんなにはすぐは活かされないんじゃないかなとは思います。なので最初のコバさんが言ったようなインストラクションが違うことによってパフォーマンス向上するっていう、まあ、正当なそのパフォーマンスがどんどん上がってよくなりますねっていうところが、まあ、64ビットハードウェア世代では面白いし、エンジニア的にはちょっとエンジニア的には64ビットでこう変わったことで面白みがあるんじゃないかっていうので、ちょっとチェックはしてるっていう感じですね。
か、そう、アームエイト、iPhone がアームエイトを対応する感じだから、コードサイズが64ビットになったら大きくなるから、かえってキャッシュチョイスが悪くなって、パフォーマンスが悪くないんじゃないかな、というような感じもちょっと、まあ、非常に、それ奥的なやつなんですけど、聞かれたんですけど、そこはどっち側に倒れるというか、まあ、でもキャッシュのサイズも増やすんじゃないでしょうか。どういうことか。まず、幸いなことに、確か、エアキー64のサイズは32ビットだったと思うので、インストラクションとしては。で、もちろんポインターの分が64になるので大きくなったりとかもしますし、データも64の分だけ持ってたらそれは大きくなるんですけど、なので、劇的にその64になったからといって、コードサイズが増えるかというと、64だけでは多分ならないと思います。で懸念は、先ほどコマさんが言ったようにアートを使った場合に事前にコンパイルするので、まあ、それで最適化、パフォーマンスに向けた最適化をするので、そういったことも多分考えてはくれるとは思うんですけど、長くなりすぎちゃうと、ご指摘があったようなそのキャッシュから外れることで、結果的にパフォーマンスが落ちるかもしれないことの問題が落ちるかもしれないですね。インテルさんは一人借り、確か、1バイトのサイズから15バイトか16バイトかそれぐらいになってか変調なんでシスクなのでそんなにその64ビットにしたからといって一気にその長くなるものではないかなとは思っています。ラボですかね。確か32ビットの幅があったと思うんですけど、覚えてらっしゃいますか。え、何が？あ、インストラクションのサイズが32ビット。インストラクションは32ビットですよね。はい、なので、増えるかというと、もちろんサムとかに比べればあるかもしれないですけど、通常の32ビットのインストラクションから比べれば、大丈夫かなと思います。さて、じゃあ質問もないようでしたら、これで、しましょうか。どうも山田さん、ありがとうございました。